日本の神様は八百万の神と呼び、たくさんの神様が存在します。八百万の神は山や海、森や木などの自然に宿ると言われ、私たちの祖先は自然を祀り、自然と共に生きてきました。また八百万の神は完全無欠ではなく、神々が力を合わせて自然界を守っているのです。したがって私たち日本人は自分たちが完全無欠ではないことを知っています。だから他と比較して違いを見つけ批判するのではなく、共通点を見つけ足りないところを補ってきたのです。その謙虚な精神が私たち日本人であり、それが神の道なのです。